自然の渓流のところに放流してるんですけども、ちょっとねここで、まずはゼロカロリーをちょっと試していきたいと思います。おー来ました。おお、あー抜けた。来ましたね。これで来ましたね。よいしょ。はい、行きましょう。お、大鳥です。アリも、リグレーションでシングルフックのバブレスなので、まあ、まあ無理しないで。もしかしたら、来てたな。シミホールもね、してくれるので、ね、そのまま、ホールだけでやっぱ食ってきますよね。ちょっと、後も試してみましょうか。エリアトラを取ってたんですね。行きましたね。ナイスタイム。よし。よし。よし。はい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 。入るんか。よしよし。寒い。よし。ゼロカロリーは基本ロッドワークで釣るセッティングなんで、あまり強い流れのストレートリトリーブは得意ではないんですけど、こうね、ちょっと緩くて、で、まあ、レイモみたいに、一定のリズムで食わすような魚っていうのは、割と、得意ですね。あ、来ました。悪くないですね。ちょっとね。よいしょ。よいしょ。範囲で先行してる方がね、いてたんで、割と魚、それとリトリーブだと、プレッシャーかかって食わないんですけど、ちょっと跳ね上げのボトムかわす動きですと、あんまちょっとちっちゃいのはね、反応しないんですけど。ちょっとミニは来るけど、55mm なんで、小型はちょっと怖がるんで、まあ、
それなりのさっき釣れたぐらいのサイズだと、ちょっと口使ってください。ただ、やっぱりこう、プレッシャーかかってるのか、冷え込みもあるのか、あたりがすごい小さいんで、そこは難しいですね。流れが強いんでピークガイドやってみます。ちょっと待ったかな。